名鉄東武交通株式会社とは、1953年に設立したタクシー、ハイヤー、バスなどを経営する企業で、本社は愛知県豊田市幸久手町にある。本社営業所は自治体などからの委託で路線バスを運行し、また西尾営業所では名鉄西尾駅を中心とする路線バスを自社運行している。豊田市、知立市、西尾市の全域及び、岡崎市、安城市、碧南市、額田郡幸田町の各一部。元は、名鉄バス岡崎営業所管内路線の一部で、名鉄東武交通の西尾営業所が運行業務を委託されていたが、2006年12月16日付で、名鉄バスから名鉄東武交通に路線譲渡された。引き続き西尾営業所が運行業務を行っている。路線のすべては、沿線自治体の運行補助金が出されている。2009年3月1日より、名鉄バス、岡崎地区の系統番号導入に合わせて、岡崎、西尾線に系統番号を導入した。2020年4月1日より、富士体科大学岡崎医療センターへの乗り入れを開始。バスカード。共通 SF カード及びトクトクパスについては、2012年2月29日まで、従来通り利用が可能であった。なお、同社におけるmanacaの導入については、営業路線の利用客が平均10人未満と少ない上、1台あたりの運賃箱回収が100万円以上必要なことから、在籍車、両前12台での回収では設備投資が困難で、あることを理由に見送っている。主な運行路線廃止路線2020年4月1日から西尾市へ移管の上、6万石くるりんバス、3系統、平坂中畑線として運行2020年4月1日から西尾市へ移管の上、6万石くるりんバス、4系統、テラスヤタ線として運行。ありがとうございます。